たら負け組みたいな風になってるから、残念ながら。中国みたいに金くれないの？あ、今くれないの？なんか前くれたよね。中国？うん。一人っ子政策っていうのはもう廃止になって、逆にもう一度人口増やしたいですね。まあ、人口増えれば生産量増えるからさ。中国ってなんか人口多いイメージあるけど。一回だから一人っ子政策っていうのをバーンって出して人数多くなりすぎちゃったから。でも逆にそれをやったせいで減っちゃったから。減ったっていうか、まあ、生産が良くなかったのかな、経済的な。で、また増やしたの。ちょっと理由は分かんないけど、増やしたっていうのは知ってる。あ、うん。だから、3人ぐらい産んだら、お金結構あげますよ、みたいな政策になったの。っていうのは日本絶対ないじゃん。中国見習ったの。手当が出るぐらいでしょ、なんか。手当出ないと思うよ。だってあれでしょ、だって。生活保護のランククラスが上がるだけでしょ。しかもそんな生活保護自体がもう、ね、一般的じゃないような感じ。子供があったでしょ、なんか手当なんか忘れちゃったけど、いやでもあれ地方とかで投資はないでしょ。産んだらなんもない気がしたけど、だから子育てに優しい県とかに行っちゃうんだよ。なんか千葉だっけ、どっかがいいんだよね。まあ、ダメだよ、ダメだよ。いいの、うるさい。都心はもう負け組ですよ、みたいな。じゃあ都心はもう金持ってるんでしょ、あんたら。そんな感じ。だからそんな手当てしなくてもいいでしょ、あんたらって。そんなね、感じしも。コロナ禍からずっともう金、給料が当たうちですよ。から9時までにあの相模原公園のところを通過できればいいから7時に電話した。そうすればね、ATC 割り地下鉄に行ってしまう。まあ安全運転で飛ばさない、飛ばすでもメリットでいいし、ちゃんとバカみたいに飛ばすだからね、バカバカバカ。2倍良かったな、俺好きだったよ。あ、そう、うん、良かったじゃん。俺が好きだった。そんなにいらないか、倍パーティー。だからあれさらに増えんじゃなかった、パーティー。クローティそうね。あ、ポテマニアも大
一番得するんだって。イエイ。エビフィリオも倍得するんだって。じゃあダブチはどうなの。ダブルチーズはね、そうなんだって。あのでっけえの。ビッグマックいらないし。いやでもね、ビッグマックの普通のサイズはもうビッグマックじゃないよね。正直言うと。ええって思ったの。何これ。申し訳ないけどね、詐欺だなって思っちゃった。だって子供が食べるようなサイズじゃん。ちっちゃいのと思って全然長らくくってなかったからさ、思ってしまうわけですよ。そういうこと。ね、ダブルチーズバーガーってさ、俺知らなかった。これケイちゃん知らなかったでしょ。うん、340円なんだって、うん、でチーズバーガー140円なんだって。知らなかった。チーズバーガーの方がいいじゃん。2つ買った方がいいよね。うん、こんな感じでしよう。知らなかった。そんな裏だったんだ。よく値段見て買わなきゃな。そうやって上弱を騙されて